皆さんこんにちは、私は岐阜大学ライフサイエンスリサーチセンターにある抗酸化研究部門の特任教授犬房晴彦です。私の研究室では体を錆びること、酸化ストレスね、その研究をしていて、どうやって酸化ストレスを抑えたらどういう病気に効くのかというような研究を広くやっています。その研究の一部をこれから紹介していきます。基本的に白血球が少ないと免疫機能が悪いということになるんですね。ただし白血病などでは白血球の数が腫瘍細胞のようになって爆発的に多くなります。ですから正常範囲内であれば特に心配することはありません。赤血球が少ないと貧血という状態になります。これは健康にはよろしくないです。ただし赤血球が多すぎると多血症という病気なんですね。やはり赤血球も正常範囲の数というのが、健康だと、多いから、健康にいいというようなことではございません。そうですね、ヘマトクリットは血液の中の赤血球の割合をパーセンテージで表したものです。ですからこれが低い数値であると貧血と言えるでしょう。はい、血小板というものは我々が、怪我をした時、出血をする時にそれを止めてくれるものなんですね。止血をしてくれる働きがあります。で、血小板が少なくなるとこれは、出血が止まらない、ちょっと打ち身をしてもそこに青あざができる、出血ができるということなんですが、非常に不都合なことができます。そして、血小板が非常に少なくなる特発性血小板減少症という病気があるんですが、この病気の時にはですね、脾臓というのが古い血液細胞を排除してるんですが、その脾臓が大きくなりすぎていることが多いので、それを外科的に手術することもあります。昔はですね、コレステロールが高いと体に悪い、でしかも、LDL、 これが悪玉コレステロールと呼ばれてた時代があるんですね。で、LDL は基本的に肝臓の方から組織の方へコレステロールを運んでいく働き、そして HDL は組織の方から肝臓へ持って帰ってくる機能があるんです。これは両方とも大事なんですね。で、今分かっているのは LDL が酸化ストレスで錆びた酸化 LDL になると血管に詰まって血栓ができて動脈硬化がなるということですので、基本的にですね LDL と HDL の割合が非常に大きなバランスが悪いということがなければ特に気にすることはありません。問題なのはどちらかというと体が錆びているかどうかの方が重要です。TG、 トリグリセリドが高い方がおられます。トリグリセリドという脂質なものですから、皆さん油を食べたら上がると思われるんですが、トリグリセリドが上がるのは糖質ですね。ご飯やパンやパスタなどをたくさん食べると、それが分解されてトリグリセリドになります。ですから糖質制限をするとトリグリセリドはどんどん減りますので、脂肪を食べるのをやめるのではなくって、糖質を食べるのをやめるとトリグリセリドは下がってきます。糖質制限にはですね、もう超低糖質制限というのがあって、これは1日の糖の摂取量 5g 以下です。これはがん患者さんの方とかがやられておりますが、その次で言いますと、かなり厳しい糖質制限、1日の糖質量 40g 以下にするという糖質制限があります。そしてもっと緩いものではですね、 80g とか120g を1日糖質とってもいいという糖質制限があります。ただしやはり 80g120g というのは糖尿病の方には多すぎるんですね。ですから糖尿病でいろいろ症状が出るというような方に関して言いますと、もうちょっと厳しい糖質制限をしていただくというのが良いと思います。